私が初めて共感覚の存在を知ったのは10年くらい前、宮崎あおいさん主演の映画ギミーヘブンでした。現実で目で見えているのとは別に、フィジカルな物質に他の形や色や味や質感を感じる。とても興味深くて引き寄せられました。これまで共感覚はアスペルガー症候群、サバン症候群の人たちだけが持つ特別な能力だと思っていました。しかし HSP のリサーチを進めていく中で、共感覚やマインズアイという特別な感覚を持つ HSP もいると書かれた本に出会いました。 HSP は第六感が働き、直感力があるため理屈よりもそちらに頼る傾向があります。共感覚はその性質にもよりますが、100人に 0.5 人から2人ほどいるとされ、彼らはおしなべて想像力や創造力、連想力に優れ、感受性が高くて、また幼い頃の記憶を非常に鮮明に留めているのも特徴です。これは私が10年ほど前に描いた絵です。私は音階をこの色で感じています。描いた時期に気のせいかなと自分に何度も問いかけましたが、何十回何百回その音たちを聞いても毎回同じ色が浮かぶので、これは私の中で絶対的なものになっています。私が共感覚の能力を持っていると言っているわけではありません。多くの HSP の方が小さい頃は私もそういうふうに見えていた、感じていたと話します。大人になり、社会の忙しさの中でただその感覚に触れる機会が減っていき、その感覚が鈍るというか思い出しづらくなっているのだろうと私は考えます。小さなお子様をお持ちの方は、子供たちの感受性、創造性の豊かさに毎日驚かされているのではないでしょうか。先ほどの映画ギミーヘブンでは、2人の共感覚持ち主は全く同じ色や形が見えていましたが、共感覚は人によってどう感じて見えるかが違います。検索してみると、いろんな人のいろんな見え方が出てくるので面白いです。興味のある方は検索してみてください。私は音階は12音すべての色が見えますが、見えるものと見えないものもあります。例えば文字として考えた A は赤ですが、音の A かっこラとして考えた時は群青色になります。アルファベットの F と数字の4は絶対ツルツルした緑です。数字の5は黒で、アルファベットの D はオレンジです。数字の3はザラザラした白っぽい、水色っぽい、ネズミ色っぽいもので、ひらがなの作業はザラザラした水色っぽいネズミ色です。シャンプーは白の三角です。このように私の中で絶対的なものはありますが、それが他のこういう感覚を持った HSP の人や共感覚の人と全く同じかというと、そうではありません。人それぞれ違います。宇宙人やゴーストを信じるか信じないかくらい人それぞれの感覚かもしれません。頭の中の映像や質感をどうにか共有できるシステムがあれば別ですが、以前動画で私が人のオーラが見えると話したら、オーラなんてものはない、その人のアルゴリズムが分かっているというだけだというコメントをいただきました。私は周りの人間全員のオーラや色が見えたり感じたりするというわけではありません。感じる人と感じない人がいます。あるけど外に出さないように隠している人もいます。日によりその人の色も変わります。私は信じる、さっきのコメントの人は信じない、それでいいと思うのです。先ほどの長沼先生の本でマインズアイという新しいものも学ぶことができました。マインズアイを持った人たちは心の目を使って自由に物を見たり、同じ場所にいながら自分の物質的な位置やアングルを変えて物事を見たり感じたりすることができるそうです。この本で私の数十年悩んでいたことが解決されたような衝撃を感じました。実は私はつい最近まで本や文章を読むことができませんでした。どう説明すればいいかもわからず、きっと誰もわかってくれないだろう、もしかすると何かの病気という思いから、多分人生で2人にしか話したことがありません。私は新聞や本などたくさんの文字が羅列したのを見ると、その文字や文章を順序よく読むことができませんでした。焦点が右へ行ったり左へ行ったり、下から上へ読んだり、読んでいると思っていたら気がつくと頭は別のことを考えていて、目だけがただ字を追っているので内容は全く頭に入っていない。長沼先生の本によると、
肉眼で見た平面上の文字と心の目で見た文字とがずれていたり、心の目で見た文字が動いたりするために平面上の字が読みにくくなるのです。それが今では本から学ぶ楽しさを覚え、昔よりとっても本が読めるようになりました。気を抜くとまだ下から上に、左から右に読もうとしてしまいますが、訓練で改善できるものなんだと思います。同じ感覚を経験している方が果たしているでしょうか。この動画の半分以上がふわふわしたあやふやでちんぷんかんぷんな内容だったかもしれませんが、皆さんの中でも何か答えが見つかったようなピンときた感覚が一つでもあったら嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございました。